この島に間違いない。難攻不落の監獄施設を抱える軍事基地、通称プリズンアイランドか。サテライトテレビのニュースであんなことを言ってたけど、あのソニックが軍の施設を壊したり銀行強盗したりするわけはないんだ。待っててソニック、今僕が助けてあげるからね。ん？あれはエミー、それにエッグマン。なんでここにエミーが？ううん、そんなことよりエミーを助けなきゃ。トルネードモードチェンジ。この足に歯向かおうとは百年早いわ。なるこの小ぎつねめ。いた。そうチョコマカ。そうチョコマカと。うなさぞ。油断したわい。どうだ、参ったか。この場は引き分けておいてやる。だがこの次はこうはいかんぞ。すっごい、やるじゃんテイルス。でもどうしてこんな島までやってきたの？それはこっちのセリフだよエミー。こんな危険な島まで何しに来たのさ。マッチ、愛するソニックを助けるためによ。はあ、でも急がないとエッグマンたち何か企んでるみたい。うん、僕行ってくるから、エミはここで待ってて。待って、トニックは私が助けるんだから。
こんなもんかな。エミ？大きな声出さないで。エミーローズ、華麗に健全って感じ。お前何しに来たんだ。そこまでテイルスに連れてきてもらっちゃった。でもいいのかな、そんな態度で。見れば随分とお困りのようですけど。俺は俺の偽物の手がかりを探すためにわざと捕まってんだ。偽物？黒いハリネズミの？あったのか。やつは今どこにいるんだ。教えたら私と結婚してくれる？ No way。 チャッ、チャンスだと思ったのに。あの黒いハリネズミはエッグマンと一緒に今この島に来てるわ。またもやエッグマンの仕業ってわけか。でも何この部屋の落書き。ソニックが描いたの？あ、ちょ、ソニック、待ってよ。楽勝だぜ。ここまで来ればもう大丈夫だろう。あれはあの時のハリネズミか。こんな時に見つけたぜ、この偽物野郎。偽物？フェイクは君の方じゃないのか。いや、フェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎる。言わせておけば。貴様と遊んでいる時間はない。とっとと終わらせてもらうぞ。面白い。
単なるハリネズミではないらしいな。こいつフェイクの分際で。俺の名はソニック。よーく覚えておくんだな。何をしておる。早くせんと貴様も島ごと吹き飛んでしまうぞ。なんだって。今は脱出が先だ。エミーたちにも知らせないと。That was tight!